脱線あるある3つ。お金編。1、両替用に常に千円札を持っている。万札はすぐに崩します。2、財布が100円玉でパンパンになる。一気に2000円分両替。3、100円玉回収に遭遇する。店員さん、いつもありがとうございます。でした。